毎度山本でございます。サブチャンネル久しぶりでな。いや今日ねプライベートでねやらかしっちまったやらかしっちまった大変な失態を犯してしまった。びっくりした。ほんで改めてこの日本に感謝やね。あのね不要不急は僕うろうろしないですよ。どうしても大阪国際空港伊丹空港利用することがありまして、でそこに、まあ、結構荷物いっぱいあったんですよ。ほんで荷物預けて、で伊丹空港でそれを引き取りました。でまだ手に持つのもちょっと大変やったんで、でちょっと弟に迎えに来てくれ言うてて、その一般降車場まで行くのにカートあるでしょ、カートに荷物ガガガガガ積んで、でこうやって転がしながら、で周りの人に、地上係員の人が、このカートを駐車場まで行っていいんですか、あの一般降車場乗り降りするところに持って行っていいんですかって、ああいいですよって言ったんで、そこにわー積んでキャリーケース、まあなどなどいろいろ積んでいったんですよ。ほんで着いて、弟が時間通り迎えに来てくれてて、おーありがとうで、一番大きい荷物バーッと車に積んでくれ、でこっちなんかもう551の豚まんも買うて、母ちゃん食うやろ思うてな、うん豚まん買うて、で自分の 手持ちのカバンと、ほんでもう一個なんかあったな、ああまあちょっとした茶菓子ですよ、うんそれ持って、それを車に積んで、もう全部積んで、ほんでもうスタート、ほんで伊丹空港から大阪八尾市僕の自宅まで40〜50分かな、うん、で弟と世間話しながらやで、ああでもないこうでもない、甥っ子は最近たるんどるどうのこうのいう話しながら家に着きました。荷物下ろした。トランク開けて。で、これとこれとこれとあれとそれと。ほんで、自分の部屋にバーっと行って荷物広げたら、俺こんな身軽やったっけなぁ。あれ？あれ？と思ったら、伊丹空港で、まあ荷物を受け取って、ほんでカートに乗せて、で迎えに来てくれてるあのお迎え一般降車場にバーって転がしていって、でちゃんとそのカートを置く場所がある、でそこにパーンとつけながら車に荷物を積んで、さあ積み終わりましたと思って車に乗って家まで着いて、そして部屋まで来て、自分の一つこんなでかい荷物、こんなでかい荷物を積んでないのを思い出して、え？こんなでかい荷物や、どう思う？これね、新年早々ね、僕ねスマホ歩きしてて石のベンチにつまずいて思いっきり転んだの、数日前。ほんでめちゃめちゃ足痛めて、これ見えるかな、これ見て、今も完全にもうこれかさぶたなってるけど、へこんだもんね、すねが。石のベンチにつまずいてこけて、歩きスマホあかんで言うて、いろんな番組で言うて、今度はもう自分の荷物をカートに積んだけど、カートから車に乗せるの忘れたっちゅうや、もうまあ今ここで見せれるっていうことはそれが見つかったんやけど、そこで思った。で自分の家に着いてね、だから大阪国際空港伊丹の交番とか、あとあそこアナとジャルでこうビルが違ったりとか、で総合の忘れ物受付とか、まあ事務室系、まあ調べたらいろんな電話できるとこあったんで電話したのよ。ほんならまあ大体何時何分から今に至る小1時間の間でそういう届けはないですかと。ほんだら
ないと。まあでも、まあこのご時世ね、数年前から、いや数十年前からか、テロやなんやかんや置き爆弾があったりとかあって、得体の知れないそのカバンとかそういうケースに対して人は警戒するじゃないですか。でもし僕のそのキャリーケースをそこに忘れてても、人はむやみに手に取ったり持って行ったりせえへんのんじゃないかななんて勝手に思ってたの。でそれとまあコロナ禍の影響で全然こう人のものと見えるものをむやみやたらに触ったりしないでしょ。だから俺そこにあるんじゃないかなと思って、そのまま放置されてるんじゃないかなと思って、で車でもう自分の記憶の中であそこで積み忘れたっていうところまで行ったの。なかった。で車をちゃんと止めて駐車場に、でテクテク歩いて、あの人もしかしたらそのカートをね、あのターンテーブルから出てくるカートに乗せる駐車場まで行く、でそこにカートを置いといて、そのカートを元に戻してくれる係の人いるじゃないですか、多分あの人やなと思って、すいません、あのカートの上に僕小1時間ぐらい前にあの銀色のアルミのケースをって言った瞬間に、ああ事務室届いてます、びっくり、うん、電話で確認した時には届いてないと。もうあのね 4,5 箇所電話したけど全てにそういう届け出がないということで、うわー、あの貴重品何が入ってるっていうわけじゃなかったんですけど、まあ貴重品で言うと僕ね今まあ年賀状の住所整理やってるんで、住所録と、ね、年賀状出し忘れの人とか、あの新しくこう出さなきゃいけない人にすぐすれるように持ち歩いてたんですよ。言うたら個人情報がこの中にいっぱい入ってたの。でちょっとしたあの申請するような登録する紙も入ってて、それまた再申請大変やなと。で先日ちょっと収録加減で自身が、最後に着たユニフォーム、2005年の北海道日本ハムファイターズの試合用のユニフォームもそこに入ってたわけよ。うわどうしよう、もったいないことしたな。あとちょっとウイスキーもね、ちょお土産のウイスキーも入ってて、どうしようかなと思いながら、届いてますよって言われたんで行ったんですよ。テク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 とその人について、だ結構困った事務所のとこまで行って、すいませんって言ったら、もう事務所の人たちがみんなああ山本さん言うてくれて、あれなんでわかんねやろうって、年賀状とかも入って大変やったでしょって言うから、えあのねこれ見て、これややこしいな、まあ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 、今数字めちゃめちゃにするわな、このキーあるでしょ、これ僕ダイヤル合わせてね、特にダイヤルやってなかったんやけど、もしこれダイヤルをこうバラバラにしてて、もし開かなくても、あの空港関係者とかあの荷物の関係者の人は共通で開ける鍵あんのね、そういう世界的に。まあこれもそれ対応のカバン、それで危険物とかそういう怪しいものが入ってないか確認するためにパーンと開けれんねんね。うん、全然いきなりね、ないこのカバンの中に入っているものを、あ何々入っててこれちょっと大変やったでしょって言われた時に、何勝手に開けてんねんじゃなくて、あ世の中こういうことでよく開ける勇気あったなと。もし爆弾やったらどうするね、多分そういう専用の機械通したんだろうね。はい、でその後に開けて、あこういうものか、多分これ焼き上がりの場合は言うてる岩本の持ち物ちゃうかなと予想されてたと思う。行ったら、ああ岩本さん、ああこれね、ああってこう笑顔で迎え入れてくれて、まあ、一応確認させてください、中何入ってますか言うから、まあ、ウイスキーも入ってる、 iPad も入っている、ね、なんやかんやで、その今言った住所録とか、あとユニフォーム入ってますね、ちょっと変なもん入ってますねって言ったら、あもうそれで大丈夫ですよって、もう岩本さんには分かってましたけどなんてすごく優しく言ってもらって、ほんでちゃんと受け取りのサインして、でこれちゃんと引き取ったわけよ。そこで思った、日本は平和やね、うん、ちょっとややこしい国やったら帰ってけえへんで、でこの個人情報も
すごく人に迷惑かけてたと思う。300件ほどの住所の書いた住所録が僕プリントアウトされてここに貼ったのよ。え、それがちゃんとセーフティーに返ってくるっちゅうんやもん。これ僕はね、日本の治安にすごく感謝を覚えた。ああ、帰ってこなくても当たり前じゃない。これ海外旅行行かれる方やったら僕が言ってる意味分かると思うんですけど、世の中そんな善人ばかりじゃないですよ。ジャパンすごい。あとはこのコロナ禍で困ってる人たちじゃない、全員困ってますよね。そのコロナ禍で辛い思いしている全ての人がこの治安のいい日本でね、それを乗り越えられて、あの時こうだったねと思い出話にできればと思うんだけど、命を落とされてる方もおられるし、それはなかなか難しいですよね。でもこれは得体の知れないそのウイルスと人間との戦い、ある人は戦争と言います。それに勝たなきゃね、誰が悪いとかこれが悪いとか言うてる場合じゃなくね、人の知恵でワクチンが今できてます。あとは治療薬ですね。で、医療従事者の方々が困らないように、入院するそのベッドの数が少ないとか言うてますけど、マナーとモラル、それに長けた生活をして早くこれを収めて、まあ、いわゆる日常に戻りたいですよね。その可能性がもう今すでにそういうインフラが元に戻っている、全てがほぼ元に戻っている国や地域もあると言いますけど、日本もそれ僕はできると思います。このカバンが帰ってきたよ。僕ちょっと諦めたよ。まあ手持ちのカバンにね、財布やクレジットカードや何やかや免許証等々は持ってたけども、でも困りますよこれなくなったら。その治安がいい、世界的に治安が優れてると言われているその日本がこのウイルスに勝ち、またみんな平和な時間を過ごしたいですね。はい、僕は今それとともにね、まあプロ野球に携わる人間として、そのプロアスリートの姿っていうのは人々に力を与えます、夢を与えます、まあ、それを届ける役割として使命を感じていろいろ試行錯誤してますんで、引き続き2021年もよろしくお願いします。本チャンネル岩本勉チャンネルもよろしくお願いしますよ、うん、たまにですけどこのサブチャンネルも皆さんとディスカッションしたいな思ってます。今日よっぽどライブやろうかなと思ったんですけど、突然だ、皆さんも都合悪いですし、まあこうやって動画にさせていただきました。はい、またお会いしましょう。毎度おきに。